everything I can't read. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はいどうも、バシヒデです。今日はですね、DTM 動画またやります。タイトルはね、How I Made a Hip Hop Beats ってことで、僕が普段どのようにね、ヒップホップミュージックを作っているのかというのをお見せしていこうと思います。以前にソニックワイヤーというね、まあサンプルのね、ソフトウェア、プラグインとかね、いろんなね、音源を売っている会社があるんですけども、そこで以前に買った素材をね、使って今日はヒップホップビーツを作ろうと思います。そして決まったループがこちらです。今から作るこの曲のタイトルは Brand New My Way という曲にしました。みたいな風にね、かっこつけて喋ってますけど、昨日の夜はね、残業でね、11時ぐらいまでね、残業終わって今から帰るよ、ピースよ。ちょっと会社で仕事をして、で、帰ってきてからのさっきのテンション。なぜかテンション高いっていうね、そんな感じでしたけど、ちょっと2月はね、忙しいんだわ。うん。まあ忙しいハイテンションになっちゃってますね。で、ちょっとね、今後ね、Vlog 風にね、DTM 動画を増やしていこうかなって思っていて、なんとなくね、僕の日常とかも織り込んで、動画を作っていこうかなと思います。で、ちょっと今朝起きて、なんか知んないけど、TikTok やってみました。初 TikTok。ね、僕の大好きなドラマ、ドクター X のね、私失敗しないのでっていうやつがあったので、ちょうどね、パイ、うちの奥さんが作ってくれてたんで、ね、パイをね、上手に食べるっていうね、私失敗しないのでっていう、パイにかけてみたんですけど、わかりにくいね。っていうね、感じで。はい、で、今日はね、朝ごはんにパスタを食べました。パスタね。で、最近タバスコがすごい好きでね、タバスコを大量にかけてパスタを食べるのが最近の僕の流行りでございます。はい。はい。では DTM に戻りましょう。ピースよ、ピースよ。まずはね、ドラムパターンをね、作ります。ドラムパターン。で、僕はドラムパターン作るときは、エイブルトンプッシュを使って作るんですけど、特にいつも何もね、考えずに、もうほんと直感で打ち込みします。うん。もっとね、時間をかけて作るときとかは、もっとこう入念に選んだりはするんですけど、こういったね、単発のっていうか、こうあんま時間をかけないで動画を作る時とかはもうほんと適当というかね、選んで直感的に選んで組み立てをやってます。そしてサイドチェーン。サイドチェーンを入れてます。サイドチェーンというのはまあキックのね、音を、ドラムのキックの音を強調させるために使う技なんですけども、まあ、コンプレッサーというね、エフェクトを使ってサイドチェーンをやっております。これがサイドチェーンあり。そしてサイドチェーンなし。で、このねスレッショルドね、スレッショルドをいじってますけど、まあ、スレッショルドを下げれば下げるほどそのかかり具合がねめっちゃかかるっていうかね、だ下げすぎるともうかかりすぎちゃうんで、まあ、上げすぎると今度かからないんで、まあ、その真ん中ぐらいに僕はしてるというかね、真ん中ぐらいというか、まあ、数字で言うとこれは20ぐらいになってるのかな、ぐらいにしました今回。でレシオというね比率をめちゃくちゃかけてます。はい。であとアタックリリースっていうのはその時間ですね。時間は早めに聞くようにというね、まあ、詳しいね説明はまた他のね動画で説明とかできたらいいなとか、他の DTMer の人もっと詳しい人いるんでね、そういった方の参考にするといいでしょう。今回はねネイティブインストゥルメンツのコンプリート12にね以前にバージョンアップしたんですけども、そこにね入ってるこれねアナログドリームスってこのインターフェースがめっちゃかっこいいですよね、これ。アナログドリームスを使って、ちょっとベース音を構築してます。はい。そしてピアノをね入れてます。こんな感じでね。ピアノは、ザ・グランダーっていうね、これもネイティブインストゥルメンツのソフトの中のザ・グランダーを使ってピアノを入れました。という具合でね、こんな感じでざっくりなんですけどね、作りましたんで、はい。今後もね、2020年はちょっと DTM 動画をね、増やしていこうかなっていう予定です。はい。ぜひぜひ、バシヒデチャンネルの方よろしくお願いします。ではね、出来上がった曲、これから、まだこれで完成ではないんですけど、こっからね、いろいろと、どうしよう、ああしよう、こうしようとかね、いろいろ音色変えたりね、パターン変えたり、何か付け加えたりして、ちょっと曲を作ろうとは思ってます。今のところね、できた曲を最後にお届けして、今日は終わりにしようと思います。それでは、また会いましょう。バイバイ。ピースアウト。